失礼します。ギルバード様でいらっしゃいますね。私はレイモンド死者家のルインと申します。このラーカスを侵略者の手から守るためです。我々に協力してください。もしかして、ゾンビはいそのようですね。あの男を倒せば、死者たちも救われるでしょう。帝国軍やバーラル軍には見えませんね。トーランド男爵の屋敷は、 この山を越えた先です。私の父、レーモンド主役は兵を集め、現在帝国軍と戦っているはずです。私たちは、天才軍師と言われたトーランド男爵に会いに行く最中だったのです。ありがとうございます。おかげで助かりました。ありがとうございます、男爵様。ここを抜ければ、ルシリスゲートの南門へは、あと少しです。こ、これは、バーラル王国の兵 彼らは少し南の地方に昔から住んでいるシ家族という原住民です。ここにいたソフィアという女性はどうしたのですかベルゼリアの魔物言ってしまいました。ディアルト父上から連絡がありました急ぎ西門へ父上は今部隊を率いて帝国軍が占領した北門へ向かっています。西門の解放を急ぎましょう北の空にも光が昇っています 北門も解放されたようです。まずいです。盗賊に覇者の剣を奪われてしまいます。キリカセさん、どうしたんです父上はなんということだあれが父上を父上無事でよかった。私は大丈夫です。対局を見なければならない。父上あれに父上が まさか無茶すぎますディアルト父上私一人の力ではありません皆さんの力があったから、こうして皆さん、ありがとうございますリファニーさん、ディアルト次はあなたたちのご両親を助け出す番ですねご安心を我々は必ず皆様の安全を守りますからどうぞ早く避難してくださいはいここに 展開ですか私たちは、そんな人ならざる者たちと戦わないといけないのですね。どういうことですか父上父上父上どこに <laughs> 父上これが、父上です。エルスリード王国、王子ルインですジークハルト王の使者として参りましたしまった ティアルト囲まれた気にすることはありませんよ。キリカさんはずっと私の父上を補佐してくれてましたし、父上、ついにここまで来ました私たちに力を貸してください皆さん戦いましょう遊びで平和を壊すような者たちに、この世界を取られるわけにはいきません父上はい、父上。えそ、 そんな、父上はい。やっとここまで来ましたね。えあの、我々はラングリッサーと共にあります。皆さん、絶対に勝ちましょう悪用されないように、ラングリッサーの力も封じて、L3 ド王家に保管しておきましょう。展開へは戻られないのですか桐風さん、どうしても行くのですか もしよろしければ私たちと。我々も、エルスリードに戻りましょう。そうですね。国境に縛られず自由に交流できるようになれば、侵略戦争などなくなるでしょう。それでは私たちも戻りましょうか。エルスリードではやるべきことがまだ残っています。さあ皆さん、今夜は無礼講です。リグリア帝国、バーラル王国、そして、 エルスリード王国の復興を祝って、乾杯しましょう急ぎましょう今なら間に合うかもしれない皆さんがあなたを助けようと立ち上がったんです誰も強制されたわけではありませんよしばらくお世話になります。ルインと呼んでください少し心得てきましたもう少し経験を積ませてください量から質への変化を感じたよ日々精進しましょう ならば仕方がありませんお相手いたします油断しました前回の戦闘報告です、指揮官殿。寝過ごしたんですか人生の路頭に迷ったのかと思いました。戦争、戦争では変わりません。この手に握る剣も、平和をもたらしません。剣は、どう振るったって剣ですから。 以前は、自分で作った秩序なら、長続きすると思ってました。ですが、やはり甘かったですね。秩序が壊されるのは、やはりそれ自体が弱いからですよね。ならば新しい秩序を作ればいい。今回はあなたが作ってみませんか待機中です。ご指示を。もし、エルスリードに戻れるなら、懐かしいな。 この光景は、みんなが夢見たものでしょう国と国民のために父上の願いのために彼が王位を継いだら、大きなことができるでしょう。強くなければ、ええ、ちょっと、え、慣れてないだけです。<laughs> なんか、懐かしい感じです。ほどほどにしてください。 もういいですから。え、ね、大事なことですか随分前にあったような気がしますね。本当に嬉しいです。それでは、今日はここまでにしましょう。